ビチアモーレ外神田店でサイクルスカートゲットだぜ。アナキタカメン。はい、モニシャ。最近のマンドリル、メンタル弱すぎマンドリル、アラキタカメンの敵じゃないぜ。やばいんじゃない？ダサいんじゃない？よう、貧脚ローディーども、アラキタカメンパイセンだぜ。本日はギネちゃんとトゥーさんとナイトライドマンドリル、そしてさっきなぜかアラサイでギネちゃんにぶっちぎられたアラキタカメンパイセン、なぜだ？理由がわからない。アラサイ最速のスプリンターアラキタカメンパイセンがなぜギネちゃんに負けた？機材に負けたのか、脚力に負けたのか。ギネちゃん、なかなかのスプリント力。なるほど、こういうことだったんだな。普段はケツ持ちとして淡々と撮影をするギネちゃん、実はスプリンターマンドリルだったっつうわけだ。つうことでギネちゃんはこれから荒北仮面のスプリント練習台に昇格マンドリル、いいんじゃない？さあ、2人ともどうする？当てもなくナイトライドに出たのは良かったんだが、もう目的地決めてなかったな。今スカイツリーが左側に見える。綺麗だな。スカイツリーが見えてるってことはビチアモーレ、ビチアモーレ神田、外神田店遠いのかな、近いのかな。おそらく近いだろう。外神田店はウェア専門だったな。あ、そしたらあれをついにゲットマンドリルする日が来たのかな。チーム帝釈天の奥さんローディがなぜ速いか考えてみた。その答えは一つ、サイクルスカートを履いているからだ。伝説によるとサイクルスカートは戦闘力が50もアップするらしい。それじゃあ買いに行っちまうか。ビチアモーレ外神田店さんへ舵を取れ。よーソロー。ここから私が案内しましょうか。お、エリートギネちゃん、ビチアモーレ外神田店行ったことあるのか。じゃあご案内よろしくマンドリル。今日の運び屋はギネちゃんだ。いやー、東京の繁華街、眩しすぎるマンドリル。田舎者にはな、ちょっと目が痛いんじゃねえかな。このきらびやかな街の中にビチアモーレ外神田店さんあるっていうことだ。それじゃあギネちゃん、ビチアモーレまでな、よろしくマンドリル。え、そろそろ着く？これ左？ OKOK。 そういえばビチアモーレ外神田店さん、いいねでいいねっつーなんか今企画やってるらしいな。まだやってんのかな。視聴者さんのためにそういった情報もな、ちょいと集めてみようか。お、あったあった、ビチアモーレ外神田店さん、サイクルラックもあるじゃねえか。いいんじゃない。お、なんだ、ゴリラ。ここゴリラ公園じゃねえよな。あれ、これ生きてんの？マジモン？わかんない。原西ゴリラ？どっちなんだろう、よくわかんねえな。そんなことはどうでもいいか。じゃあサイクルスカート買ってくるぜ。アラキタカメン。それじゃあ店長さんと交渉して店内撮影マンドリル、他のお客さんに迷惑なんないようにしないとな。お、いいねでいいね、開催中じゃねえか。あ、なるほど。お、なんだ、日産のビブショーツ。やばい、気がつかなかった。行った時気がつかなかったな。これ買い、また買いに行くか。いいねでいいねのシステムは超簡単マンドリル。まずは特設コーナーから気に入ったジャージを探し出し、そして通常価格で買うジャージを1枚選ぶ。レジでお会計の際にいいねコーナーで見つけた商品を自分のいいねで購入し、もう一つの商品は通常価格でゲットマンドリル。いいねによってはスタッフさんの顔色も変わっちまうらしいが、そこはメンタルの強さが試されるっつー寸法だ。わかったな。おっと、おたふく手袋コーナーもあるじゃねえか。この冬またまたおたふく手袋のお世話になっちまうかな。そうそう、忘れるとこだったが、今回はサイクルスカートを買いに来たんだったな。ちゃんとサイクルスカートコーナーもあるんでいいんじゃない。紺とホワイト、どっちのサイクルスカートにしようかな。荒北仮面純粋無垢。そんなわけでバージンデビル荒北仮面パイセン、こちらの純白のスカート、チェレステのラインがシャレオツマンドリルな、
サイクルスカートゲットマンドリルだ。なんと価格は2100円。やばいんじゃない？普通に買うと5、6000円しちまうからな。掘り出し物ゲットだぜ。よっしゃ、本当に戦闘力が50も上がったのか検証マンドリルだ。どうだトゥーさん、後ろから見ていて戦闘力上がったように見えるかな？うん、気持ちなんかふわふわした感じには見えるな。まあ実際のところはちょっとやってみねえとわかんねえな。ちょっといろいろ試してみようじゃあねえか。アラキタ仮面、まずは目の前にちょうどいい坂があるんで途半能力が上がったのか検証マンドリルだ。サイクルスカートはいい感じになびいてるな。いいんじゃない？セクシーなんじゃない？オルトレからニローネに乗り換えてレベルダウンしているはずの荒木高めんパイセン。だがしかし途半能力は50アップしているじゃねえか。サイクルスカートなかなかやるじゃない。続いて大通りへ出て荒木高めんパイセンのスプリント力が上がっているのか検証していこうじゃねえか。サイクルスカートのおかげか向かい風にもかかわらず荒北仮面パイセンぐんぐん加速してる。トゥーさんとギネちゃん、追走するのがやっとなんじゃない？やばいんじゃない？サイクルスカートで途半能力だけじゃなくスプリント力も50アップしたっつうことだな。いいんじゃない？最後に最も気になること、そうだな、サイクルスカートを履くと軽快になる、身軽になるっつうな。噂をよく聞く。レッドブルと一緒だ。サイクルスカート翼を授ける。それが本当なのか最後はジャンプをしてな、確かめてみようじゃあねえか。ジャンピングいっちゃいまーショータイム。もう一度別アングルから見てみよう。お、サガンみてえに10センチぐらいジャンプしたな。やっぱりサイクルスカート最強マンドリルだ。てかサイクルスカートでポテンシャルが上がったのはいいんだが、エネルギー消費量が激しくなったような気がするな。荒北仮面パイセン、腹ペコマンドレル、ハンガーノック寸前マンドレル、やばいんじゃない？よし、ギネちゃん、トゥーさん、ちょっとたい焼き屋さん寄っていこうか。この先にあるんだ。つうわけで御徒町、秋葉原とナイトライドしてきた荒北仮面とチームアリーベデルチ、トゥーさんとギネちゃん、荒北仮面おすすめの浅草橋のたい焼き屋さん到着マンドリルだ。ちょっとな、今日はエネルギー消費して体がホクホクマンドリルなんで、たい焼きじゃなくアイスをな注文した。このサックサクのモナカに包まれたアイス、なかなか美味しそうじゃねえか。これを食べてエナジーチャージ、そしてクールダウンだ。今日の動画楽しんでもらえたかな？もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃあ貴様らみたいな貧脚庶民サイクリストにも良きサイクリングライフ訪れること、この荒北仮面パイセン心から願ってるぞ。また会おう。アリベデルチ、さよならだ。荒北仮面はクールに去るぜ。